大阪慶吉紛争を盗っ撮影所の名前は遠慮さしてもらうもう何年も前のことであるがまだ誰も知らない話であるちょうど6月に入ったばかりの梅雨の頃のことでちょうどその撮影所では 目目標に迫ったお盆工業の対策を目指してある怪談映画の撮影に全力を尽くして取り掛かっていたこの怪事件が時を笑顔に登場したのはちょうどその頃のことであるが事件といっても決していわゆる事件的な意味での大事件でもないのに当時直接間接にこの事件を聞きした人々が未だに忘れられず時々思い出しては密かに涼しい思いをするというのも 一つにはこの事件の性質がまことに異様なものであったことと今一つ事件の起こった時期というのがこの怪談映画の撮影中というあまり良くない状態のもとにおいてであったからであろうさて事件というのはこの撮影所の中で3つの奇怪な盗難事件が立て続けに持ち上がったことから始まる。 まず最初の盗難は衣装部屋で起き上がった読者もご承知のごとく衣装部屋には男女を問わずあらゆる年齢から階級職業身分等に通じてさまざまな衣装が会社によって量こそ違えまあ、一通りは取り揃えてあるのであるがその衣装の中から割に高価なる羽豚への下着が一重ね同じ品の下帯と一緒に 何者かに盗み去られたのだこの衣装はまだ新調して間もないものであったし今撮影中の映画の中でも使用されることになっていたものであるのですぐに係の P 監督の耳にまで入ってしまったそこで P 監督はとりあえず関係者を呼び寄せて一応の取り調べをしたのであるが犯人はわからない外部のものか内部のものかそれすら見当がつかない 当時、P 監督はこのお盆工業の対策に無類の熱心さを見せて張り切っていたが、俳優たちは毎日の鬱陶しい天候のせいか少なからず誰気味で、仕事の成績も思わしく上がらず、内心あまりいい気持ちになっていなかった際のことであるので、監督も少なからずムッとしたらしかった。しかし、P 氏は考え直した。もう封切りまで1ヶ月半くらいしかないのである。 ちょっとした盗難事件くらいにいつまでも関わってはいられない忙しさであるそこで P 氏はこの事件をエラ型の耳にまで入れて正式の調べをしたりするのは後回しにし被害の品は慎重することにしてとりあえず撮影を進行させたのであった無論人々も撮影が終わるまでこの事件については口止めをさせられたところが それから三日目になって第二の盗難事件が持ち上がったのだ今度はなんと小道具部屋から数珠が一本なくなったのだ数珠全くの小道具であったがこの品も今度の撮影で使われる品であったので支度に取りかかった小道具係によって図らずもその盗難が発見されたのであった つまらないことでも二度続くとさすがの P 監督も少なからず勘に触ったらしかったが何しろ先が急がれる仕事の方が大事であるそこでとりあえず不足の品は慎重することにして再びメガホンをやけに振り回し続けたのであったしかしこの頃から人々の間には今までの検体の代わりに 妙な不安がとって変わりその不安は目に見えない空気のようにだんだん撮影所の中に広がり始めたそうしてこうした中でとうとう3度目の盗難が持ち上がってしまったのだ3度目の盗難ではしかしとてつもないものが盗まれたそれは一口に言えばカツラであるが このカツラがただのカツラではなかったのだそれは幽霊のつけるカツラであった半けの頭蓋骨に一束のかもじ毛を貼り付けたような糸もものすごいものであったこの幽霊のかつらは今度の映画のために特に用意されたものでありこの品がはっきりなくなっていることがわかるとがぜん人々の中には激しい動揺が起き上がった 三度も続けて盗難が起こり三度とも犯人不明でしかも今度の撮影に必要な品ばかりが盗まれているこれはてっきりこの映画の制作を邪魔しようとする都会の不定な企みではあるまいかそんなふうにも人々は考えたのであったしかしそうしているうちにも その考えよりももっと恐ろしい考えが人々を襲い始めたのであった。それは他でもない。三度に盗まれた三つの被害品は、なるほど三つとも今度の撮影に使用されるものばかりである。が考えてみれば、それは今度の撮影にただ使用されるというだけのものではなくて、その三つの品は揃いも揃って、はらずも、 今度の映画に出てくる重要な一人物の紛争に用いられる道具ばかりであるつまり三つとも他ならぬお化け様の紛争道具なのである人々はこの不気味な暗号に気が付いてギクッとなったまったく今度の映画に出てくる幽霊は白装束に数図を持ち 例のカツラをかぶってドロンドロンと現れるという寸法でシナリオの小道具づけにちゃんと約束されているだからこの3つの品物の盗難はただ3つの品物が盗まれたというよりも1つの立派な紛争が盗まれたというべきものであった気の早い人々はいや1つの紛争が盗まれただけではなく 一人の人物が盗まれあるいは抜け出し「そこらをふわふわしているのではあるまいか」なとひどく神経質にさえなってお稲荷様へ特別のお供え物をあげたりなぞしたものであったちょうど撮影ももうそのころは大体子会撮影の部を済ましていよいよ本部隊の室内撮影に入りかかっていたのである。 人々は嫌が上にも悲痛な顔色になり仕事場には不自然な沈黙が漂いがちであったしかしその中から P 監督は猛然奮い立って人々を励ました「もうゴールは間近じゃ頑張れ!と」とそこでとりあえず桂は慎重されることになり撮影は恐る恐る続けられることになった そうしてとうとうそれから3日目の夜がやってきたのであったその晩行われた夜間撮影は今度の撮影のうちでも最も重要な場面の撮影であったそれはこの怪談映画の中で一番最初に怪異の現れる場面であった何でも殺されたはずの常盤の師匠かなんかが 人力車に乗って夕涼みに出ている近所の人々の前をスーッと通り抜けていき向こうへ行った辺たりで突然その人力車の屋根からふわりと怪異が踊り上がるという場面でこれは無論二重露出のトリック撮影であるがすぐにカットバックになって人力車を見送った軒先の人々の空を見上げて恐怖にひん曲がった顔顔顔 が映ろうという場面であったさて撮影は容赦なく始められた涼み台の場面である激しいライトを浴びながら人々は監督のメガホンに連れて一様にガクッとなり目を見張りながら向こうの空を見上げようとするダメダメやり直しだなかなか難しい 何度もやり直しをさせられたところが確かそれは4度目のやり直しの時であったと思う。ふいに涼み台の一人がガランとした建物の高い暗い向こうの天井裏の一隅を見つめたままいきなり「ギョくん」となると両手で隣の人々の腰にしがみつきながらガタガタと震え出した。 すぐにその「虚んとガ「タガタは両隣の人々にも映っていった涼み台の上は恐怖そのものとなった今度は演技も上々であるカメラは滑らかにクランクして間もなく撮影はひときりついたところがひときりつかないのが涼み台の上であったそこではまだ演技は続けられている ついにその中の一人が震える手で彼方の天井裏をさしながらとうとう時ならぬトーキーを持ち出してしまったあ、ああ、ああんなところに、あある、ある。するとその声があまりに不吉な真剣味を帯びていたので人々はふっと と今までの不穏な空気に立ち返って何気なしにその指さす方の天井をこんな時ででもなければ見上げることもないその天井を眺めたのであったしばらくそのままで何のことかわからないでいるらしかったがすぐに人々は極利となって思わず立ちすくんでしまったまったくよく見れば あろうことかその高い暗い天井裏の一隅に何かがぶら下がっているのであるしかも一層よく見ればなんとそれは例の盗まれた3つの不気味な品物の塊であるおかげでその夜の撮影はひとまずおじゃんになってしまった さてこうして意外なところから被害品が現れこの盗難事件も一切りついたような形であったが肝心な犯人は撮影が完了してもいやそれからいつまでたってもとうとう現れないでしまった犯人ばかりではなくなんと思ってその犯人があのように気味の悪い紛争を盗んだのかしてまた 何ともってあんなところへ隠しておいたのかそれさえ分からずじまいになってしまったしかし筆者はひそかにその犯人を知っている当時撮影所内の使者室で P 氏に誘われてその出来上がった怪談映画の全編にわたってのすばらしい出来栄えを思わず寒気を覚えながら見終わった時からいや 筆者の横に腰掛けていた P 氏のニヤニヤと意味ありげな笑い顔を見た時から筆者はひそかにその犯人を知っているまだ誰にも言わないで黙っているが筆者のこの狙いに狂いはないと確信している思えばまことに罪深き紛争を盗っとではある 秘密その朝堤船子夫人は内心ひどく取り乱していた今しがた朝の郵便屋さんから一通の手紙を受け取ったのであるがその差出人が思いがけない意外な人であったので全く面食らってしまったのである夫に見せて良いものか悪いものかそんなことを考える前に 不思議な本能的な素早さで思いがけない人から来た手紙を懐へ封も切らずにねじ込んでしまったのであるが思えばあまりにも意外な人からの不意な手紙で心臓はドキドキ波打ち寝ぼけ面で朝食を囲んでいる夫の前などとてもじっとして座っていることなどできなかったそれとなく台所へやってきて冷たい水道の水をコップへ一杯飲んでみた やがて府君の堤隆作氏は朝食を終えるといつものようにむっつりしたまま会社へご出勤船子夫人はほっとした夫を見送ると自分の岩の片隅へ来て静かに座りさておもむろに懐中から九段の手紙を取り出して丁寧に封を切り始めたのであるがその目は初めて悪事をする子供のそれのように 怪しく濡れ輝いていた船子さんもう立派な奥さんになられたあなたへこんな呼び方をする失礼な男を許してくださいもうすっかりお忘れになったはずの私なぞから突然こんなお手紙を差し上げて定めし驚きのことと存じますけれども私は決して いつまでたっても相変わらず美しいあなたのお心を悩ましたり堤隆作氏の幸福なご家庭を乱したりするようなつもりでは猛頭なく実は昨日図らずも M 百貨店であなたの後ろ姿にお目にかかりお懐かしさのあまり久々に内地へ帰ってきましたご挨拶を兼ねて龍作氏のご健在を陰ながら伺わしていただくつもりで このような失礼なお手紙を差し上げる次第であります。ご承知の通り、私も満州へ参りましたから丸5年、文字通り黒くなって働きましたが、この度図らずも東京支店の方に転任を命ぜられまして、6年ぶりに帰国いたし、とりあえず、表記のアパートへ落ち着いた次第であります。お笑いください。未だに独身なのであります。 けれども、五年間の在満中は、雪の日も風の日も、一日としてあなたのことを、いえ、あなたと、堤、龍作氏とのご幸福を祈らぬ人でなかった私です。龍作氏はご健在ですかあなたはご幸福ですかどうぞお暇の折にても、はがきで結構ですから、 お元気なご様子をお聞かせくださってこのおせっかいな男を安心させてやってくださいではこれで失礼いたしますお互いに子供っぽい誤解などを引きしませぬようこの手紙はご消却願いたいと存じますいつまでもあなたのご幸福を祈りつつ橋本達夫 その昔神田のある下宿屋に2人の大学生が下宿していた一人は橋本達夫という秀才型で他の一人は堤龍作という普通型下宿屋には船小城なる一人娘があって秀才型の橋本達夫に底はかとない思いを抱いていたが多くの少女がそうであるように。 結局それは思いを抱いただけで2人の大学生が卒業してから3年後には船子城いかなる風の吹き回しか堤竜作夫人になりきっていた。とこう説明してくると「今日意外な」とはいえ昔懐かしい橋本氏から思いもかけなかった手紙をもらって船子夫人がすっかり取り乱してしまったとしてもあながち無理はなかったろう。 さてかようなわけでその手紙を読んでから船子夫人はとうとうその日は一日中何も手がつかなかった断っておくが船子夫人とて誠に転主なる人妻であるその当時のようにほうき片手に姉さんかぶりをして学生橋本君の部屋へ入ったような気軽な気持ちで今橋本氏に対することはできないくらい百も承知であり りそめにもよこしまな思いなぞ抱いたわけでは決してなかったもっとも福君の龍作氏にはそのような手紙を受け取ったことなど固く隠してお首にも出さなかったがこれとて子供っぽい誤解なぞを引き起こさないためとあれば少しも龍作氏に対して心に責められるところはないではないかとはいえ船子夫人は生まれて初めて夫に対する秘密を持ったのである 私は決してやましいことはないそんな言葉を幾度も幾度も確信を持って自分の心にささやきながら1週間後には船子夫人は至極冷静な気持ちで極めて普通の返事を書いたのであるそれから5日後に再び橋本氏からこっそり返事が来た その手紙には満州での生活のことなどがこまごまと書いてあったがしかし船子夫人に対して前の手紙よりずっとロマンチックな情熱的な言葉が使ってあった船子夫人は自分では少しもやましいことはないと思いながらも橋本氏のやや情熱的な態度に押され気味になっている自分をはっきり感じると少し心配になって その第二の手紙も早速焼き捨ててしまったそうして前の時とほぼ同じような冷静な文面で再び橋本氏に返事を書いて出したのであるこうして船子夫人と橋本達夫氏とのひそかな手紙のやり取りが始まったのであるそしてそれから二月ほどたつと 橋本氏からの手紙にはいよいよ情熱味が加えられ時には露骨に船子夫人の手紙が強いて事故を偽った冷静さで満たされていることを非難するような興奮すら漏らしていることもあった船子夫人は橋本氏の情熱の炎から自分の胸に曖昧にくすぶっているものへパッと引火しそうな危険をだんだん強く感じてきているのであったが手紙の文面だけは 非常な努力をもって相変わらず極めて平凡冷静に保っていたのである自分のことさらの冷静さに橋本氏がますます苛立ってくるその様子をじっと眺めているのがまた一つの楽しみにさえ思われてきたのであるこんなちぐはぐの文通だけなら決してやましいことはない船子夫人はしばしばそう心にささやきながら この秘密を依然として夫の前に秘密として押し通していたのであるがそのうち橋本氏の手紙がだんだん自分の道徳線圏内では受けきれなくなってその道徳線を一歩勇敢に踏み出すのでなくてはもはや手紙のやり取りが何の意味もなさなくなってきてしまったことを悟った船子夫人はとうとうその危険性に恐怖を感じるようになってついに橋本氏に対して 文通をやめてもらおうと決心したのである。文通をやめてしまうにしても、このまま永遠に手紙の上でさよならをしてしまうのは、なぜか忍び難いものが船子夫人にはあった。一度でいいから直接会って、公正明大な最後のさよならを橋本氏に述べては悪いだろうか。それくらいのほのかなロマンチシズムは、 人生においても許されてもよいのではないかと船子夫人は突おいつ思案を経た後とうとう橋本氏に対して道徳堅固な会見を申し込んだ船子夫人の意図を知るや知らずや橋本氏からすぐ返事が来た「あなたにお目にかかるのは恐ろしい」が このままお目にかからないでしまう恐ろしさに比べれば何でもないでしょう。明日午後4時。私のアパートでお待ちしています。橋本。その明日の朝。船子夫人は嵐のような心を抑え、出勤前の服君へ行った。ねえ。私、今日同窓生の集まりがあるの。 それで夕方から外出しますがお支度しておきますからあなたお一人で夕飯お上がりになってくださいね哀れな龍作氏はうんうんとうなずくと物うそうにカバンを抱えて出て行った船子夫人はそれからほとんど半日かかって結婚以来おそらく初めてであろうほどの念入りなお化粧をすると 午後4時をわざと10分ほど遅暮らして橋本氏のアパートを訪れた事務所で教えられた橋本氏の部屋の前に立ってドアをノックする船子夫人の美しい指先はさすがに震えていた船子夫人はあらかじめ考えていった表情を作ろうと答えに応じて部屋の中へ入っていったのであるが「いやあいらっしゃい。 立ち上がって迎えてくれた橋本氏を見た途端に「あっ!」とばかり驚いて立ちすくんでしまったなんとその男は橋本氏とは真っ赤な偽り人もあろうにとんでもない我が愛しの背の君堤隆作氏ではないかあっけに取られて立ったまま物も言えない船子夫人へ隆作氏は いきなり面白そうにカラカラ笑いながら声をかけた。まあ君、遠慮せずに入って座りたまえ。ここは僕の部屋だよ。インフレボーナスを天引きして、こないだから橋本という名前で借りた部屋だよ。遠慮はいらん。ところでどうだいもう分かっただろうが、あの手紙の主は他ならぬ各言う僕さ。 何橋本謎が満州から帰ってくるものか。しかしまあ、おかげでふた月ばかりというもの、新鮮な夫婦生活が味わえたよ。君だってまんざらでもなかったろ呆れ果てた船子夫人がそこで思わず失笑すると、竜作氏は急に様子を改めて、芝生ったっぷりにこう付け加えた。 ねえ船子さんどうです今夜はここへ泊まりませんか証拠物件名誉と対面を最も尊重するところの紳士の一人である冬山藤介氏が夜更けの大東京の郊外を髪を三ンバラに振り乱し顔中紫色に腫れ上がらして おまけに服をそこら辺りズタズタに裂かれそのまた上へところ構わず泥まみれになって見るも惨憺たる姿でそろうとして歩いてきたついこの先の暗闇で冬山藤助氏は追いはぎに出会ったのである読者諸君よ驚かないでください 夜更けとはいえ大東京の郊外近くでこともあろうに追いはぎに襲撃され金品を強奪されるなどということはまことにありうべからざる不幸中の不幸児なのであるがこれも事実であってみれば何とも仕方があるまい事の戦いきさつはこうであったこの昼冬山藤助氏は約束した飲み友達の帽子にある家で待ちぼうけを食わされると ももとと一人では行けない口の桃介氏は逃がりきってその家を飛び出すと久々にニュース劇場をのぞいたり味気ない銀座の散歩をしてみたりしたがさっぱり面白くならないのでとうとう思い切って郊外の我が家へ引き返すことにしたのであるが寂しい商船の駅を降りて歩き出すと間もなく暗闇の中から二人の快感がいきなり桃介氏の左右へ踊り出たのである。 静かにしろ金を出せと掴みかかる会館へな何をするんだと慌てた冬山藤助氏がびっくりして広げた両手で左右の男のネクタイにしがみつくと「永遠面倒だ」とばかりポカポカと始まり死に物狂いの藤助氏が「か金ならやる!ら」ら乱暴をせんな と下の方からうめきを上げる間に早くも2人の快感は目的物をせしめて闇の中に消え去ったというまことに電光石火の早業であったかような次第で冬山透助氏は見るも惨憺たる姿でふらふらと立ち上がるとよろよろと歩き出した地球を叩き割っても収まりそうもない悔しげな顔つきで早ーと歩き出したのであるが 散歩と歩かないうちにその顔は今度は見るも痛々しいまでの深い優秀に閉ざされたのであった何暗闇ではあったが作者の目にはちゃんと映ったのであるやがてふと冬山藤助氏は立ち止まったそして何を思ったか振り返ると元来た方へごそごそ歩き始め今の今三憺たる目にあった被害の現場へたどり着くと 痛そうに腰をかがめポケットの破れ穴から潰れそうなマッチを取り出し火をつけて犬のように四つん這いになって泥道の上を這い回り始めた時々痛そうにうーんとうなっては腰を伸ばしたかと思うと再びマッチを吸っては四つん這いを始めるおそらくロンドン郊外のシャーロック・ホームズといえどもこれほど凄惨な姿で現場捜査をしたことはあるまい。 やがて童助氏はかすかにうめき声を上げながら何かを道の上から拾い上げたそれは明らかにさっきの2人の快感の首から格闘の際むしり取られた2つのネクタイの切れ端であった童助氏はほのかに色を取り戻してその2つの証拠物件を大事そうに破れたポケットへしまい込むと再び候と歩き出した いつもならばさっさと行き過ぎてしまえるこの道も今夜はひどくはかどらない電信柱と相談したり石垣に抱きついたりさんざん手間取った挙句、やっとともかくも我が家にたどり着いた玄関の石段も今夜はバカに高いドアも石の戸のように重いそして人気のない表の部屋は牢獄のようだ 重いドアをあえぎあえぎいくつも通り抜けてやっとのことで奥さんの寝室へたどり着いたドアを開けると今までベッドの上でタオルの寝巻きの袖口をかみながらジリジリしていた奥さんは桃亮氏の姿を見てキャッとばかり飛び上がったがすぐに飛び降りるとキリッとばかりつったってまああなたなんて様なの ああ、情けない。と叫んでみるみる顔色を変え始めた。いやぐ今度こそは全くの不幸なと突発事件なんだと冬山。藤助氏はドアのところでよろめきながら必死になって口をきり。それから、今宵家を出てから今までの行動と追い。はぎに出会った件をつぶさに。 しかし、早口に説明した。が、話すうちに聞くうちに、ますます奥さんの顔は色を深め、今にも破れそうに歪み上がりながら。ダメダメおだまんなさいもう騙されませんよあなたの弁解はもう聞き飽きましたよ何ですこの非常時にそのざまはさあ、行っちまいなさい今夜は一体どこで どんな女を相手にして潰れちまったんですそれとも、それが言えないんなら、確かに追いはに似合ったという証拠をお見せなさい。と叫んだ。そこで唐介氏はかすかに微笑むと、ポケットから例の証拠物件を取り出しながら、お前がそう言うだろうと思って、 じゅうのいたさをこらえてわざわざ後もどりしてさがしてきたんだとそれからそのゲスながらのネクタイのちぎれをてにとりながらはやくもだまってしまったおくさんのかおがだんだん女神のようなやさしさをおびはじめるとこのぜんりょうなしんしはベッドのすみへえんりょぶかげにこしかけながらつぶやいたやれやれこれでたすかった。 どれ熱いコーヒーでもいっぱいもらいたいものだ。